カラフトの残留ロシア人残留ロシア人とは、ポーツマス条約により、ロシア帝国から大日本帝国に編入された、南カラフトに、そのまま残留し続けた、元ロシア帝国国民のうち、元からの先住民族を除く者を指す。残留ロジンとも言った。日本軍は1905年7月に、日露戦争における、カラフトの戦いで全カラフトを占領。 その後で1905年11月に発行されたポーツマス条約により南カラフトが日本に活用された。それまで南カラフトに住んでいたロシア国民はそのまま残留するか北カラフトやロシア本土に引き上げるかに社宅一を迫られた。大半の住民は引き上げを選んだが200人弱の少数の者は残留を選んだ。 これがカラフトにおける残留ロシア人の起源である。残留ロシア人は財産権が保障されたため、これまで通りの生活を送ることができた。彼らの多くは自家製のパンを焼き、それをロシアパンと名付けて駅前で販売していた。このロシアパンは当時のカラフト土産として知られており、ロシアパンの売り声はカラフトの風物詩であった。やがて残留ロシア人は、 日本人社会に溶け込むようになった。指定を日本人学校に通わせるなどしたため、日本人学校に通学する残留ロシア人は、日本語が話せるようになった。また、日本人経営の企業や商店に勤務する者や、日本人相手に商売をする者も,も現れた。1917年にソビエト革命が起こり、ロシアで社会主義政権が樹立されると、 白系ロシア人の中には日本統治下の南カラフトに亡命して定住するものが出てくるようになった。1905年から南カラフトに定住する残留ロシア人と1917年以降に亡命して南カラフトに定住するようになった白系ロシア人は多くの場合は日本人から同じロシア人と認識されていた。 第二次世界大戦後半になって戦況が悪化すると南カラフトに定住していたロシア人の多くは日本政府から適正外国人として監視、交流の対象となった。第二次世界大戦終了間際の1945年8月のソ連対日産戦とともに赤軍が南カラフトに進行してソ連が 南カラフトを実効支配した際に残留ロシア人の多くは共産化によりこれまでの財産を失い中には政治犯として処分される者も,もいたソ連実効支配下のカラフトでは残留ロシア人は無国籍として扱われ1950年代までソ連国籍取得が認められなかった当初はカラフトに40万人以上の日本人がいたことから 日露の言語に通じている残留ロシア人には通訳として収入を得る者も,もいたが1948年までに日本人が日本に引き上げたことでカラフトではロシア化が進んで日本語が不要なロシア語社会となり南カラフトに住んでいたロシア人はやがてソ連領内から大量に移住してきた新住民とほぼ同化した 日本統治下の南からふとにおいて日本語社会の中で、過ごしたことで日本語が話せる。ロシア人がロシアにいるが、時代の経過によりそのような世代は死去しつつある。残留ロシア人は、民族としてのロシア人だけでなく、ポーランド人やウクライナ人も含まれていた。彼らは無国籍であったが、ポーランド人については、1918年に、 独立したポーランド政府から1920年代末から1930年代の初頭にかけて国籍が付与され、カラフト在住の在日ポーランド人として扱われることになった。在南カラフトのポーランド人42名は1945年のソ連カラフト占領後に新たにポーランド国籍を取得し直した後で1948年に、 南からフトを離れて祖国であるポーランドへと向かった。ありがとうございます。